はい、こんにちは。8月30日です。今回は、ビーディックリビングというインド先生術のチャンネルで、シュリーからラ,ラムさんという方が8月21日にアップした9月の予測動画の内容をご紹介します。元動画を見ていただくと伝わってくるかと思いますが、先生術の結果を話している本人が、時々ため息をついていて、なんか心配しているのが伝わってきました。元動画へのリンクはディスクリプションに貼っておきます。 で、最後の方はアメリカにとって重要な日付にも触れています。では、内容に行きます。9月は空での動きが激しく、たくさんのことが起きる1ヶ月になります。滝が上から下に流れていく様子に例えると、今は滝の上から水が流れ落ちる寸前の状態で、8月 22, 22日、23日くらいがスタート地点になり、 9月がくさびとなって、12月までいろいろと起きてから静かになるようです。星の動きを見ると、今は2015年から2030年までの15年周期の最中で、2030年には新しい啓発啓蒙の時代がやってきます。2015年から2030年までに起きることは、2030年に向けての準備で、今はその中間地点です。 9月は惑星の逆光、巡航、停滞、新しい星座への移動などがあり、複数の国のチャートを見てみたところ、アメリカのチャートが星の動きに最も左右されて,されています。今逆光している彗星は9月に巡航になり、その後また逆行して9月16日に巡航に戻ります。彗星が巡航に戻るときに位置している星座が重要で、今回は獅子座での巡航となります。 獅子座が支配するのは政府リーダーシップ世界のリーダーたち政治そして個人の人生では自信コンフィデンスの自信ですね職場でのリーダーから受ける言動です9月4日金星が巡行その同じ日に木星が逆行しますリレー競争でバトンを渡すような感じのこの日も重要です金星の巡行により長く続いた人間関係が試されることになります 金星そして土星が7のハウスで逆行するときは、1対1の人間関係が試されるのですが、9月4日に金星が巡行すると、まるで新しい時が来たかのようになります。パートナーのことがよりよく理解できるようになったり、自分のことをもあれこれ変えてみるようになり、これまでお互いに妥協してきたことが、ようやく落ち着くでしょう。金星は平和を司る星なので、 世界レベルでは平和への渇望が増します。金星が巡行するのと同じ日に木星が逆行する、その前日にはどちらの星も停滞します。空で星が動かない時には、その星に注意を払うべき時で、木星はスピリチュアルグール、精神的な指導者なので、スピリチュアル的にも潜在意識的にも新しい啓示がもた,すもたらされることでしょう。ただし 木星がお羊座で逆行するとハリケーンストームなど気候関連の問題が生じます金星が巡行するのはいいことです火星は常にトリガーの惑星何かを引き起こす惑星と考えられています火星と月がいろいろな出来事を引き起こします火星は今乙女座にあって 乙女座はもともと6のハウスと考えられておりこの火星と乙女座が仕事での苦労声を上げるとき暴動に影響してハリウッドでのストをはじめとする世界のストライキを引き起こしています乙女座は日々の生活、仕事、健康面を支配しています火星と乙女座は不和、意見の不一致を引き起こします 濃度、これは月の北と南の結び目ですね濃度のラフーとケイトゥも重要で押羊座と天秤座から0度になって微妙な状況を生み出します濃度が魚座から29度になる時これはガンダンタと呼ばれコントロールができないと感じるようになりますチャート上で濃度とラフーとケイトゥはカルマの軸です お羊座と天秤座から0度というのは元来の星座がおひつじ座から始まる場所を指しています今回この0度の位置に1日だけではなく11月末まで何ヶ月もとどまることになります惑星がおひつじ座または天秤座から0度あるいは魚座か乙女座から29度の位置にあるきには 濃度もそこに位置しているため11月の終わりくらいまで今後数ヶ月過去の物事が解決を求めて戻ってきたりカルマのツケが戻ってくるような体験をしもう一度過去をじっくりと見つめ直して解決することになります9月は12月につながっていくさまざまな出来事のスタート地点です11月末になると今度は29度のガンダンタとなって 自分の周りで起きていることがうまく把握できない、コントロールできない、混乱の時期がやってきます。でも、それは大丈夫。最終的にはポジティブな結果になります。濃度が0度の位置で、日食が10月に起きるときには、何かが終わり、新しい始まりになります。10月の日食は大変強力です。魚座から29度になるとき、それは ラバティ・ナクシャトラと呼ばれラバティ・ナクシャトラは旅行・移動・スピリチュアリティを支配していますあなたの個人のチャートにラバティ・ナクシャトラがある場合にはあなたは常に旅行とか移動の面では守られておりそしてあなたはコアの部分でスピリチュアルな人です火星によって引き起こされてきた暴動や抗議活動ですが 日食を機に物事が明るみに出て結果として癒し、回復、修復につながります前にも言ったように9月4日には木星が逆行します木星は常に経済を意味し特に冥王星のような惑星と一緒の時そして火星に支配されるお羊座のような星座にある時不動産、経済、金融市場に影響を与えます 逆行の前に木星が停滞するのはおひつじ座から21度の位置ですあなたの個人のチャート上におひつじ座か天秤座から21度というのが見られる場合にはそれはいいことで拡大成長幸せ楽天的なことを意味しますしかし一旦逆行し始めると経済金融市場不動産はスローダウンしますここまでが全体的な予測です さまざまな国のチャートを見てみたところ、星の動きに最も影響を受けるのはアメリカでした。9月22日、23日、24日がアメリカにとって大変重要な日付になります。乙女座の火星がトリガーになって、いろいろなことが発生します。ベーダ先生術では6と8のアスペクトを見ます。西洋先生術のクイーンカンクスは、 シャシャシティが6、アシタカ8のことで通常困難をもたらします6のハウスはパチャヤのハウスの中にあるので問題を乗り越えることによってより良い状態になります敵が現れるけれどそれを乗り越える能力も与えられますアメリカのチャートでは月が水亀座にあり乙女座の火星がアメリカのトリガーポイントとなります火星が乙女座にあるのはそれほど珍しいことではなく 約2年に1度発生しますただ同じタイムフレームで6と8のアスペクトを意味するシャシティ・アシュタカがあり9月2日火星は水が座にある土星とアスペクトすることになります。とアスペクトするっていう言葉でもう全部使っちゃってますけど対極の位置にあるという意味です土星はスピードを遅くする星火星は素早く動く星です。 ゆっくりの星と素早い星がアスペクトになるとき暴動、ストなどが発生します火星と土星が一緒になるときは強烈な意志の力を意味しますこれがチャートで見られるジェフ・ベソスなどの有名人には自分のしたいことに果敢に取り組み問題を乗り越える力があります9月1日は火星と土星6のアスペクトの日です9月19日は お羊座の「火星と木星」と「火星の乙女座」の「八」のアスペクトの日ですこちらは経済に影響を与え経済金融お金銀行に何らかの変化をもたらします重大な決断が下されるのかもしれないし何らかの大きなニュースが出てくるのかもしれません9月30日には「お羊座」にある「冥王星」と「火星」が「八」のアスペクトを起こします 冥王星は予期せぬ出来事、混乱、電気系統の問題を意味します。突然の停電があるかもしれないし、事故が起きるのかもしれません。天候予期せぬ異常気象を支配する冥王星と火星がアスペクトします。火星は乙女座にあって乙女座は土の星座、冥王星は予期せぬ出来事を意味するので、地震が発生するかもしれません。 9月30日はこれらのことが起きる可能性があると覚えておいてください。今月一番重要なのは今から言う3つの出来事が過去同時に発生したのは1776年だったということです。1つ目はアメリカのチャートで月が水が座から7度の位置にあるということ9月23日から24日の間に土星がその月の位置にあることになりこれは ササディサティテと呼ばれますネータルチャートで土星が月を通るときそれは7年半の苦しい時代サディ・サティを意味しますもう一つアメリカの月で土星が水が座から7度の位置になりますこれは30年に一度起きることです1993年1963年 土星がアメリカのチャートの2のハウスを支配し月がアメリカのチャートの8のハウスを支配した時金融・通貨・銀行業・経済に関連する分野でコミュニケーション・電気系統の障害が起きています今回独特なのはこれと同時に乙女座の火星がアメリカの土星の上にあることです アメリカの十のハウスに乙女座の土星があって、火星もそこに位置することになります。この二つが同時に十のハウスに位置するのは、これまで見たことがありません。これは、リーダー、政府、政治、他国との絡み方の変化、ビジネスの仕方の変化と関係あるので、貿易や取引の仕方、お金、金融が変わるのでしょう。もう一つ。 アメリカのチャートで10のハウスにある土星は金融お金の2のハウスを支配します土星は3のハウスにも影響を与えるのでコミュニケーションが影響を受けますラジオワイヤレス衛星に影響を与える何かが発生するでしょう9月23日24日は乙女座にある太陽が6のアスペクトを起こします 6のアスペクトは衝突困難トラブルを意味し土星が6のアスペクトを加えてアメリカのチャートでは月が6のアスペクトを起こします3つが同時に発生したのは過去を見たことがなくアメ,リカのとアメリカにとってのトリガーポイントになりそうです9月23日24日は大きな出来事が起こり何らかの大きな決断が下されるでしょう ニューヨークで国連サミットがあるのでそこでアメリカの将来が決まるのかもしれません3つのアスペクトがアメリカの経済お金金融ドル通貨アメリカの他の国々との付き合い方貿易関係さらにコミュニケーションに影響を与えます9月は23日24日に注目してくださいサディサティは何かを明らかにします サディサティの後は修復されて次の段階に進むことになります乙女座でのサディサティなので健康危機があってそこから復興するのでしょうスピリチュアル的な覚醒もあります自分の周りで混乱混沌様々な問題出来事があるかと思いますが自分の内面コアの部分とつながってよりポジティブな自分が意識を覚醒するようにしてください カルマの変化がこう集団に訪れるとき、私たちにできるのは社会の中でポジティブなことを行うことぐらいなのです。ということでした。以上です。えいつも紹介しているジョニー・パトリーさんも同じくインド先生術の方ですよね。で、9月の予測をしているようです。そちらはまだ動画拝見していないのですが、次にジョニー・パトリーさんを紹介しようと思っています。というわけで、stay safe, stay healthy.